はい、こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんとベルちゃんです。じゃあこれ今日はね、最近多くない？国際結婚とか多いね。外国人を日本で見ることが多い、うんうん。まあ、ということで多分ね、日本に住んでて外国人の人となんかすごい関わることが多分みんな増えてきたと思うんだけど、日本人がやりがちな知らずに外国人の人を傷つけてるみたいな話をしたいと思います、うん、今日ね、紹介するのは3つ。なんかすごいやりそう、これよくやってた、うん、まあ、日本人マジでやるっていう、その3つを紹介したいと思います。で、まあ、これ最後まで動画見ると多分外国の人付き合う時に、付き合ったり、まあ、結婚したり友達になったりする時にちょっと意識しながら外国の人と接せるということで、1つ目がバカとかアホとか言っちゃいけない。言っちゃいけない、絶対ダメ、うん、2つ目、なんか人の失敗談とか俺の失敗談とかを使って、うん、笑う。やりすぎ、うん、とダメ。なんかやりすぎなでいいの、毎回毎回なんかこの人だけターゲットっていう、うんうんうん、ね。で、最後に、もうこれね、めちゃめちゃ日本人やりがち。会った時に、久しぶりに会ったね、お、太ったね、あー、あるあるある、痩せたね、もうダメだよね、うん、太ったねもダメだし、痩せたもダメだし、まあ、他人の体型に対して何かコメントすることが、うん、なんか結構多分、うん、誰かのその友達がいて、その友達が、お前太ったなみたいなって感じなのよね。なんでそんなこと言うんだろう。そう、ということでね、ということで、一つ目はバカとか言っちゃいけない、うん、悪いこと言っちゃいけない、うん、二つ目が、まあ、他人の前で悪いこと言っちゃいけない、うん、三つ目が、うん、悪いことか冗談とかもね、三つ目が、うん、体型に対しての話をしちゃいけない。だこれ、この三つがね、多分ね、みんなやりがちな、知らずになんか悪気がなくやってしまう、うん、ことで、なんか自然になんか外国の友達を失ってったりとかするかもしれない。そうだね、原因かもしれない。うん、今日のチャンネル登録と高評価とコメント、早く言えよ、だけコメントはね、早く言えよ、まあコメントお願いします。アディオス、アディオス、アディオス。